からないですけど、来てくださってありがとうございました。すごいなんか珍しい悟りだったんじゃないかなって思います。恋人がいない選手権とか私初めてやったし、普段イベントとかであんまやらないから、王道な曲が多いつつ意外マイナーな曲がちょっと入ってたねみたいな感じだったから、なんかいい感じに、AKB のファンだったらわーってなったかもしれないですね。そう、今日は珍しくツインテールでデコ出し、前ね TIFF でも一回やったんですけどTIFF ぶりにもう一回またやってみました。暑かったのでてか雨が降りそうって、ちょうど本当に私たちの途中からパラパラ降りで、その後の鳥のエビ中さんたちは結構降ってたっぽくて、なんでそう、まあなんか湿気そうだなと思ったんで結構上げて、もう髪も絶対下ろしたら暑いから髪も上げてっていう感じにいたしましたね。明日も雨かな。うわ明日も雨じゃん。最悪なんだけど、明日も雨だってみんなやばくない？やだね。めっちゃ嫌なんだけど明日も雨だって。ピエンだね。なんかさ、別にさ室内だからいいんだけどさ、何が嫌かってさ行くね道中なのよ、駅までのさ道のりとかにさ、わかる、もうね濡れちゃったりとかするじゃん雨でね。で今サンダルじゃん結構履いてんのが、あとさ雨に濡れるとさサンダル気持ち悪くない？それがすごく嫌なんですよ。なんか冬とかだとブーツって弾くからさ別にいいんだけどさ、サンダルって生足で履いてるじゃん、で雨がさこう絶対かかるじゃないですかってなるとさ、あー気持ち悪いってなっちゃうし、それがねすごく嫌なんですよね。湿気で髪も終わるし、そう、それさ雪降ってて帰り降ってないのが一番嫌なんだよ、傘が邪魔だからそう傘がね邪魔だから、なんだよね、今年はスポサンばっか履いてますね。2年か3年前の夏はスニーカーばっかり履いたんですけど、なんかスニーカーねあんまりね、なんか思うようなのがなくて、今季はスニーカーがあんまり活躍しなかったなって感じ。本気はあんまりスニーカーかなんか活躍しなかったな。
そう、なんかね、その時は結構スニーカー、白のスニーカーがすごく好きで、白のスニーカーめっちゃ履いてたんだけど、そう、なんかね、今年も白のスニーカー一足買ったんですけど、めっちゃ汚れちゃったからさ、あんまりレッスンの時とかは履くけど、そうみたいな感じ。逆にもうスポサンとかは履くけど、あれ履かなくなったわ、ヒールのついたサンダル、あんま履かないなって感じ。履くっちゃ履くけど、履く回数は大いに減った。もうなんせ歩きづらいもん嫌なんで。スポさんがね、すごく、サンダルの形に日焼けしちゃったの？めっちゃ恥ずかしいやつじゃん。最悪だねそれ。それはもう泣きそう。サンダル焼けあんまりしないんだけどな。そうなんですよ。眠たい。眠いですね。もう早く風呂に入りたい。汗をかいたので早くお風呂に入りたいですね。メイクも落としたいし。でも帰ってきて、さっき帰ってきたんだけど、お風呂入ってってしてると絶対めっちゃ遅くなるじゃないですか。でさ、ショールームしてないとさ、うわショールームしなきゃっていうのでさ、お風呂にさゆっくり浸かれないのよ。でさ、ご飯も急いで食べないといけないじゃん。からね、それが嫌だったから、もう先にショールームしたらもうお風呂もゆっくり入れるし、ご飯もゆっくり食べれるから、ちょっとね、あの本当は昨日はお風呂に入ってからって言ったんだけど、帰ってくる時間が意外にも遅くて、結構そう、家着いたのが意外にも遅くなりそうだったから、帰ってる途中ね、あこれは多分先にショールームした方がいいなと思って、ちょっとね、なんかもうちょっと遅くなりますとかって言ったんだけど、結局昨日と同じぐらい、昨日何時に処理したか分かんないけど、昨日と同じぐらいの感じかなって感じにちょっとなっちゃって、そんなに遅い時間じゃなかったなかったんですけど、そうちょっと昨日同じぐらいかな、時間的にはって感じに
なってしまいました。お弁当は食べたんですけど、お腹が空いた時空いた、めっちゃ食べるか食べまいかすごい迷うの。なんかお弁当はね、17時前ぐらいに食べたんですけど、お腹が空いて、でお腹空いたなと思ったから、とりあえず冷やし中華をね買って帰ってきたんですよ。冷やし中華をね、そう、だけど、てか最近ちょっとまた、ここ2日3日ぐらい、なんだろう、食べ過ぎてて、なんかね、なんて言うんだろう、あんまり食べなくてもいいかなって思ってるじゃん、思ってるじゃん。で、まあじゃあちょっと食べようって食べるじゃん。そしたらもうずっと食べちゃうの。もうなんか気持ち悪くなるぐらいまでめっちゃ食べちゃって、結局気持ち悪くなるんだけど、そう、なんか一回食べちゃうと止まらなくなっちゃうから、いや、ほんと多分食べない方がいいんだろうなって思うんだけど、お腹すいた、まあ、食べたんだけどね、中晩ご飯はその11時ぐらいに、時間的にはもう晩ご飯じゃん。そうだけど、なんかね、食べちゃ、最近なんか過食やばくて、もうなんかね、そのね、疲れてたりとかすると逆にね、私過食する癖ほんとやめないとなと思うんだけど、なんか無意識にめっちゃ過食すんの、ほんと超無意識、もうお腹いっぱいでもう入らないなって思うんだけど、なんか入らないなって思うんだけど、それでも食べちゃうの。最近3日ぐらいそれ続いてるからちょっとやばいなって思ってるんだけど、でもね、家にあるのがもう冷やし中華しかないから、食べるなら冷やし中華、おお菓子パンしかないの。だったら冷やし中華の方がいいかなと思うからね、食べるか食べないか迷うよね、迷うよね、迷うよね。なんか体重計乗って、なんか軽かったら食べようかなって思ったんだけど、ちょっと軽くなかったから、これで食べたらまた、ちょっとどうしようかな、悩み中って感じ。ちょっと迷い中だよね。迷うな。冷やし中華食べたいな。お腹すいた、マジで。めっちゃ迷うな、食べたいな。お腹すいた、マジでお腹すいた。眠たい、眠いし、お腹すいた。よし、15分来たから終了する。とりあえず風呂に入るわ。私も風呂に入りたい、もう汗かいたから、マジで早く風呂に入りたい、気持ち悪い。早く風呂に入りたいです。よし、じゃあ終了にしましょう。と13位ジェリーさん、12位ルンバニア、アーキーラ方言営業中さん、なんか増えてんだけど名前が。11位シンドさん、10位ナッティさん、9位ヤングさん、8位アキーコさん、7位シメラさん、6位ワッフルさん、ツインテール、めっちゃ可愛かったよ。だってありがとう、いましたね、そういえば内山いましたよ。5位岡山さん、4位もちのすけさん、6位たかひろさん、2位よっぴーさん、そして今日の第1位はふふふさんです。イエーイ。てなわけで、
今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日はお話し会が9部までなので、私遅いんですよ、帰ってきたらめちゃくちゃなので、明日は行く前にやろうかなっていうふうに思っております。なので、行く前にちょっと時間は申し訳ないです、ちょっとまだはっきり決められなくてですね、まあ、ちょっとゲリラでちょび15分だけやろうかなというふうに思います。てなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日お話し会でお会いしましょう。バイバーイ。